ははい皆さんこんこにちはの G ニュースチャンネルです、えー、今日はですね、Yahoo ニュースを見ていたらですね、あのお台場のトイレ臭対策、いや、らうんこの匂いがするってね、あの臭い匂いがする、トイレ臭対策に砂を投入、アサリの力に期待っていうニュースが入ってきたんですよ。えと思って、え、まさか、アサリをまいて浄化すんのみたいな感じで思ったんですね。いやいやいや、それはねえだろうと思ったんですけど、まあ、 水質改善のためにね、なんかやるということは書いてありまして、まあ,あ、本気で東京都はこれを今やっている最中ということですね。やばいですね。なんか火器全滅したのに次はアサリですかっていう感じです。え、まずですね、ちょっとこの、あの、ヤフーニュースの本も全部読んでからですね、自分なりの意見を述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。いや、だってもうすぐオリンピックだぜ。アサリの地下で綺麗になるって無理だろう。何年もかかる話だよ。まあ、いやいや、ちょっと,とりあえず読んでいきます。はい。 えー、お台場で始まった水質改善のための砂を投入2020年2月8日午前9時49分東京都港区撮影って書いてありますねこれなんかショベルカーでやってますねザバーってねはい、えー、東京五輪パラリンピックの、えー、会場となる東京湾の水質を改善しようと東京都は8日お台場海浜公園港区に砂を投入した、えー、アサリなどの貝が住み着くことで水を浄化する効果が期待できるといういや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 オリンピックいつだと思ってんだよもうすぐだぜ えこんな短期間で夏休みの宿題じゃねえんだからよねこんな一気にやっていいのかまあ、い,いやえ3月末までに約1万1000立方メートル分を投入する予定はあ、えー、この日は砂の運搬船とショベルカーを乗せた船が海上に並び計400立方メートルの砂を投入 えー、都によると、この対策は伊豆諸島の、えー、神津島かな、神津島の漁港浚渫工事で出た砂を活用する取り組み。3月末までほぼ毎日続け、4月以降も続ける方向で調整が進んでいる。もう特感だねはあで えー、公演は五輪トライアスロンなどの競技会場昨年のテスト大会では海を泳いだ選手からトイレのような臭さとの声も出ていた、えー、パラトライアスロンではスイムが中止になった斉藤佑介さんの記事ということなんですけども、えー、これ一応リンク後で貼っておきますので気になる方は見てください動画もリンク先でありますただ正直ちょっとヒロシこれ読んでえって思いましたねカキの次はアサリですかカキ <laughs> 全滅したよよね,ね もう水入れ替えないアサリってさそんなに早く大量発生するものなんですかわかんないですヒロシちょっと学がないんでフラン大学のそんなにねアサリ投入してガン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 そんなに、ね、繁殖して水きれいになるほど多くなるのかなってちょっと思っちゃうんですけどねっていうかオリンピック決まってからさ何年経ったと思ってるんですか ねえ1,000万人以上のクソをさこの砂とアサリでどうにかできるわけないと思うんですけどうんこの力の方が上回ると思いますよ広志やってることがちょっとちょっとさすがにフラン大学の広志でもアホなんちゃうかってちょっと思っちゃいましたねびっくりしましたあの泥縄すぎて正直このニュース見てある意味広志は悲しくなっちゃってだから日本人のレベルってこんなだったっけって ね、なんか対策してるポーズが欲しいだけなんじゃないかなって思っちゃいましたよねまああのアサリが全滅して終わりな気がしますヒロシはだからあの今ね日本でなんかよくわからないんですよなんか朝顔とかなんか打ち水したり暑さ対策で打ち水したりとかアサリ今回のアサリとか,かマジでちょっとどうしちゃったのっていう感じがするんですよなんかもう暑さ対策とか計画性がなさすぎるどんだけなんか やべえんだ。無能なんだってちょっと思っちゃいますよね。言い方悪いけどね、広ロも頭全然良くないんだけど、こんな広ロでもこれいいのかって思っちゃうぐらいちょっとやばい。ギリギリにしかもやってるじゃないですか。もうすぐですよ、オリンピック。夏休みの宿題じゃないんだから、こんなギリギリにこんなことやんなくていいじゃないですかヘド。ヘドロになるだけですよ、これ。ねえ、プラスこれに、うんこの匂いにプラス、アサリの腐った匂いが追加されるわけじゃないですか。 いいんですかこれしかもこのアサリ流通しそうですよ中国人とか取りまくってね東京湾のアサリみたいなさ、ね、江戸前のアサリみたいな感じで嫌ですよ広しそんなの食べるのね水,水質の改善ってそもそも10年単位で取り組む結構ロングスパンの話だと思うんですね間に合わないですよ絶対もう諦めるしかないですよこれはうんだからもう正直こ,れこのニュースはですね このお台場のトイレ集対策、アサリの力に期待っていうのはですね、もうこれ打つ手がないってことの裏返しなんですよ。ヒロシからしてみたら、うん。だってオリンピック期間中はですよ、冷静に考えれば、普通に考えたら分かると思うんですけど、オリンピック期間中はさらに東京にいる人間の数が増えるわけじゃないですか。すなわち、うんこの量も増えるんですよ。大丈夫ですかねだって、水質が悪いほどよく育つって言われている、カキが全滅するほどのうんこ水ですからね。 アサリの力ででどうにかかなるんですかね、うん、場所変えた方がいいっすよ、ぶっちゃけた話。し。ねえ、下水処理場を作んなきゃ、こんなんだったら。だから、下水処理が追いつかないから、こういった事態になってんのに、アサリを置くだけで解決するんだったら、下水処理場にもすでに行われてると思いますよ、ヒロシは。うん。なんかな、なんか東京都のやることはね、たまにため息が出てくる。うん、砂を入れて アサリがそこに住みつくまで何年かか,るんですかなんでこれあ魚くんに聞かなかったのどうですかつってギョギョこんなの無理ですって多分なると思うんだようんもう遅いですねつってあさりさんがかわいそうって多分魚くんだって言いますようんなんで意地で糞尿案でやろうとするんですかねここでやんなくていいですからねもうお題はやめましょううんそれがいいと思いますうん もう、しかも潮干狩りもさ、みんな来ますよ、と。密漁がね、流行りますよ、これで。犯罪が多くなるし。なんでこんな直前に仕事を増やしてんだほんと、憤りですね。うん。まあ、あの、追加予算、ま、あ冷静に考えたら追加予算を取りに来てるんでしょうね。ほら、こう書いてあるじゃないですか。えー、っと、これ、あの、これ、神津島ですよね。伊豆諸島の神津島の漁港の浚節工事で出た砂を活用っていうことで、まあ、ここら辺でなんか予算組んでるんじゃないですかね。なんかそんな気がしますけどね。うん。 まあ、お宣言が何かね、分かってないのかなっていう気がしますけどね。本当にな。いや、大金かけてさ、世界中に悪評振りまいていくんですかね。なんで何年もないだ知っていながら放置してきたんだろう。それが一番俺はわかんないな。その経緯がちょっと知りたいですよね。だってオリンピックはもう数ヶ月後ですよ。なんで今さら4月までずっとアサリを投入し続けるって。なんかおかしいなって思い,思いますよ。アサリがかわいそうですよ、アサリさんが。 魚くんも怒りますよこれにはさすがにうんねまあ新しい江戸前の名物にしてねうんこあさりっつってさねあのもうそういう名物にしていくぐらいしかもうないんじゃないですかうん意味ないかなああれだけの大金を一体どこに使ってればこんな低たらくになるんだろうどこにあの大金が流れたんだろうオリンピック予算のうん本当によくわかんねえなあ 余った予算を使い切ろうってみんな一生懸命頑張ってるのかななんかさもうマラソンは移転できたんだからもう他の浜にすりゃいいんですようんもうさあとは政治家がさもし本当にやるんだったらもうさほら政治家はねほらなんかいわれ大根食べたり福島のさお野菜食べたり魚食べたりするようにですねここでね政治がお得意のパフォーマンスここで泳ぐんですよ泳いでですねあのここの水質は安全だっつって こいいいつらがが泳ぎゃいいんですよ政治家がね、うん、それもいいと思いますけどね楽しい楽しいっつってさみんなでバシャバシャさ泳いでねあの潮干狩りでもすりゃいいんじゃないですか、うん、まあアサリは全滅すると思いますけどね、うん、日本ってもうちょっとできる国だと思ってたんだけどなどうなんですかねうんなんかすっごいなんかもうがっかり感が半端ないですよ今回は、うん、もうね なんかもうやってることがちょっといちいち間抜けだなってさすがのエフラン大学の広ロも言ってしまう,、うん、もう大量虐殺ですよあさりのねえまあねコロナウイルスとねうんち水と段ボールベッドでおもてなしですね はい。ということでね、今日はちょっとびっくりしたニュースね、あの、見た見ちゃったんで、放送させていただきました。皆さん、あの、これに関してですね、なんか意見があったら、ぜひコメントをください。なんか、ヒロシもそれ見てですね、あ、やっぱみんなこう思ってんだとか、ほう、こういう意見もあんのか、ヒロシ、ふざけんのお前、みんながどんだけ苦労したアサリを投入してると思ってんだとかね、いろんな裏話とかもありましたら、ぜひ教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。では、今日はこのぐらいで、失礼いたします。あの、もしね、チャンネル登録とかね、していただければ、あの、こういうね、 あのネタをやるあの励みにもなりますのでもしよかったらご検討くださいでは今日はこのぐらいで失礼いたしますありがとうございましたどうも失礼します